入教担当の佐々木健翔でございます。この情報監視審査会はですね、政府の特定秘密の運用を監視し、運用改善を勧告するとしておりますけれども、特定秘密を提出させる強制力はないと。そこで森大臣に確認をしますが、安全保障に支障を及ぼす恐れがあると判断した場合はですね、特定秘密の提出を拒否することができる。したがって国会が求めた資料を政府が提出するかどうか、それは最終的には政府の意思次第ということになることは、昨日の質疑でも明らかになりました。そういうことでよろしいかどうか、大臣に確認をしておきたいと思います。森国務大臣。国権の最高機関たる国会から特定秘密の提供が求められた場合には、政府としてはこれを尊重して適切に対応してまいります。なお、特定秘密に当たるような国の重大な利益に関する秘密の提供は、現行制度の下では国会法第104条第3項の国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものとして内閣声明の対象となりうるものでありますが、与党案により設置される情報監視審査官に対しても、改正案の規定に基づく内閣声明を出す場合というものがありうるというふうにされておりますけれども、新たな保護措置が講じられることにより、現在は内閣声明の対象となるような秘密であっても、今後は情報監視審査会には提供できるようになってくるものと考えております。委員長。佐々木健翔君。つまり国会に新しい機構あるいは体制ができるとですね、それに対応して特定秘密に当たる資料を国会に出すかどうかの判断、これ変わると。で、こういうことですね。森大臣。はい、そうでございます。委員長。佐々木健翔君。次に情報監視審査会はですね、政府の年次報告を審査するとしておりますけれども、この年次報告は特定秘密の中身を報告することではないわけであります。では政府の年次報告はですね、何をどのような形で行うのか、その基準、その形式、これを示していただきたいと思います。大臣。森雅子大臣。特定秘密保護法第19条の年次報告でございますけれども、その項目の内容につきましては、現在、情報保全諮問会議の有識者委員の意見も伺いながら、運用基準に規定すべく検討しているところであります。その項目については、例えば過去1年に新たな指定をした特定秘密の件数、特定秘密の指定を解除した件数、適正評価を実施した件数などを検討しておりまして、これらの事項を分かりやすい形で取りまとめて報告をする必要があると考えております。その具体的な形式については、情報監視審査会が設置されればそのご意見を伺いつつ検討してまいりたいと思います。委員長。佐々木君。今のご答弁ですとですね、個別具体的な運用ではなくてですね、数字ですね、簡単に言うと、新たに指定を受けた件数、解除した件数、適正評価の件数、こういう話であります。でそうしますとですね、この審査会というのはですね、その運用が適切かどうか、これを判断するには極めて具体性に乏しいわけであります。でこれどういうふうにこのそれを見て何を監視するのか、何をチェックするのか、そこを伺いたい、提案者に。大口義則君。佐々木委員にお答え申し上げます。この情報、年次報告にはですね、情報保全諮問会議の意見がですね、付されるわけであります。そういう点では非常に見識の高い今日も参考人で清水先生もその一人であるわけでございますけれども、政府に対して批判的な方もですね、この意見を付されるということでございます。そしてまた行政機関の長や職員、
また独立公文書管理官、また情報保全監察室の職員、室長や職員、参考人等の説明も聴取します。スタッフによる調査、それから各委員会からですね、審査要請もある。でそういうものも、端緒になってくると思います。また森大臣も答弁されましたように、特定秘密保護法の3条の2項でですね、指定に関する記録を行政機関の庁は作ることになってますので、各省庁別に管理網を作るわけです。でそれを省庁横断的なですね、ものもですね、これは定時報告に添付をしていただけるということでございますので、そういうものをですね、しっかり見て監視をしていく。マスコミの報道や海外からの例えばある国の国立公文書館ので発見されたものがマスコミに出ると、そういうようなことも含めてですね、アンテナを高くしてやっていくということでございます。委員長、佐々木健翔君。政府報告が極めて抽象的なものでありますのでね、これはなかなかチェックをするといっても難しいと思うんです。でこの情報を監視審査会が対象にするのはですね、特定秘密ですね。でしかし何が特定秘密か、これは秘密が何かも秘密なんですからわからんわけであります。昨日も聞きましたが、この提案者はですね、政府が例えば委員会が求めると、提出を求めた資料が、政府が署名や政府声明の中で、必ず特定秘密に当たるからそれは出せませんと言わせると、こういう答弁されました。で森大臣に確認したいんですが、この例えば今いろんな委員会あります。その委員会から開示要求があったときにですね、特定秘密に当たるものについては特定秘密に当たるので出せませんと必ず明示するというふうに断言できますか。森裕子君。失礼しました。森雅子国務大臣。失礼しました。委員会からなされた報告または記録の提出の求めに応じないときには、国会法104条2項によりその理由を署名しなければならないこととされております。法律上委員会からの求めに応じないその理由として特定秘密である旨を明らかにすることとはされておりませんが、特定秘密保護法第10条第1項において我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めたときには特定秘密を提供するものとする旨規定されていることを前提といたしますと、この度の与党案による国会法改正がなされた場合にはその趣旨を踏まえて委員会に対して理由を署名していくことになります。具体的な署名の内容については個別の事案に応じて検討する必要がありますが、基本的には特定秘密が含まれるため委員会の求めに応じられない場合にはその旨を理由の署名の中で触れることになるものと考えております。委員長、佐々木健翔君。でそれは 法案には書いてないということですね。これ運用ということですか。大口義則君。はい、佐々木委員のですねご指摘もありました。当然、それは署名ではですね特定秘密であるということのも含めた署名という形になると。これは特定秘密保護法の 10条もですねの規定 の、趣旨も踏まえての今森大臣の答弁だと思います。委員長、佐々木健翔君。これはね運用ですからね、必ずそうなるかどうかっていうのはわからないし、また政府がどういう署名をするか、どういう、政府声明を出すかと、これは政府自身がそれをやるわけですから、それはまたチェックする機関別にあるわけじゃありませんね。でこれは非常に法律上も書いてないことでありますので曖昧だと思いますね。で次に国会の活動っていうのは本来国民の見えるところで行うというのは当然のことであります。もうそうじゃないと意味がない。何のために活動しているのか。でこの秘密会が常設されると、ね、その状況が変わってくるわけですよ。で例えば国会の外務委員会が資料提出を求めた。でそれは当然求めたということは国民が見えますよね。ところが審査会の中で政府から提出はできません、その理由はこうです、
こう説明があった。で、審査した結果ですね、あ、これは秘密扱いに してもよろしいと、こういう結論が出たとしますね。で、その場合は議事録も公開しません。で、どういう経過で、なぜ秘密のままで良いとされたか、誰一人国民は知ることができない。で、そういうことになるんじゃありませんか。大口義成君。まあ、審査会はそこで議論された内容が特定秘密に関わるものであるだけにですね、議事録も公開しないことを、まあ、原則としています。で、委員ご指摘はですね、上監視審査会で活動が秘密にされ、国民に明らかにならないのではないかとの、まあ、問題意識に基づくものだと思われます。で、この点についてはですね、上監視審査会の勧告は特定秘密が記載されている部分を除き、まあ、公表されます。まあ、これはそういう、まあ、勧告はですね、だから公表されるわけであります。そして情報監視審査会は、まあ、毎年1回または必要と認めるとかアドホックにその調査や審査の経過または結果を、まあ、記した報告書をですね、作成し、まあ、議長に提出の上公表するといったことでですね、その活動については国民に公表することができるものと考えています。まあ、規定の案の22条をからもそういうことが言えると思います。委員長。佐々木健翔君。しかし極めてバクッとした今答弁ですがね、まあ、勧告は公表すると、それは分かりますけれども、その前の段階で審査会で審査をした結果秘密で結構ですとこういう結論が出たときは、これ何も分からないです。勧告を出るというのは政府に対して、いや、それは公開しなさいとか、こういうことになります。それは、そこの段階で国民は見ることができますけれども、あとは分からんわけです、その前の段階は。議事録もないし、議員はしゃべっちゃいけないし。で、そういうものになるとですね、出さないという結論しか分からんわけですよ、委員会も、国会の委員会も。これは出ません。それだけのことになってしまってですよ。一体その何を審査したのか、なぜダメなのか、全然わからないんじゃありませんか。で、その議事録もですね、今回の規定ではね、公開しないということは書いてあるけど、じゃあ開示はするのかっていう規定は何もないんですよ。永久にですね、これは秘密で永久のこの秘密の部屋に保管すると誰も未来永劫見ることはできないと、法律上そうなってるんですよ。そういうことなんですか。大口義成君。まずアメリカ、イギリス、ドイツにおきましても、まあ、この議会の、ね、機密情報が漏れないような形で、まあ、いろんな工夫をしています。まあ、ドイツの場合はいつどこでどういうその委員会開かれたかどうかも、まあ、秘密にしていると、まあ、そういう例は我が国は取りませんけれども、そういう例もございます。まあ、それで今委員ご指摘のですね、この議事録、秘密会にした場合の議事録はですね、まあ、昔も秘密会にしたものがありますが、いまだにですね、実は開示されておりません。で、それでですね、やはりこの行政文書は公文書管理法ですとか、あるいは行政機関の情報の公開法があるわけですが、立法文書についてはですね、実はその管理法もなければ情報監視開示法も公開法もないわけですね。これは本当にこの議会のにおる者の一人としてですね、これの立法文書については今後はやはり検討していかなきゃいけない課題だとここに思っております。佐々木健翔君。これは極めてまあ、なんていうかね、悪い言葉で言えば闇から闇という感じになってしまうわけです。で、審査会秘密会の委員は内容は絶対漏らしちゃならないとこうなってますね。で、物が言えない議員ができるわけですよ。で、開示をなぜ拒否したか、その理由も説明はしてはならないと。で、議会が口封じされるような感じじゃないですか。この審査会の委員にはどうもなりたくないという人が多いのは、大体その委員になった議員はですね、普通はですよ、私はこの委員会に所属してね、こんな立派な活動をしています、
支援者後援会の皆さんどうでしょう、有権者の皆さん支援してくださいと、これは普通議員ですよ。ところがですね、この場合はですね、一切胸を張ってですね、こういうことやってるんですよっていうことは言えないわけですね。でそういう議員は一体その何をしてるんだろうと、何かやってるんだろうけど何してるのかさっぱりわからないと。で議事録も出てこないしね。でそういうことで、もうこれこうなるとですね、議会ではなくなると私は思いますね。で議会のこの自殺行為になると思いますけれど、いかがですか。大口義成君。委員にお答えします。まず森大臣も、ね、答弁をされましたように、まあ、これまでと104条の3項でもうその内閣声明を出して出さない場合もこういう情報監視審査会ができたことによって、その提出させることができる。そして国会の最高機関である情報監視審査会が見るわけでありますから、これドイツもおっしゃってました、特定秘密に指定されたものについて見ることができるとは抑止効果、教育効果が非常に強いんだという、まあ、効果があるとここに思うわけであります。そしてですね、やっぱり特定秘密を出させるためにはその内容についてはこれは漏らしてはいけない、漏らさないということによって行政もですね、これは その努力に対して応えるためにまあ、一生懸命出させることができると、こういうことでございます。まあ、そういう点でですね、確かにそういう点では情報監視審査会のメンバーであるということはこれはね、メンバーであるということは皆さんにはですね、公表できますけども、本当に、その我が国の国民の生命と安全、国の存立のためですね、本当に目に見えないところで一生懸命頑張っているんだと、こういうことだと思います。まあ、そういうことも気にしないですね、もうある意味ではですね、そういう、まあ、権力欲とかですね、あるいは名誉欲とかですね、そういうことではなくて本当に国家国民のためと、そういう方が本来このメンバーになるべきだと思います。委員長。佐々木健翔君。まあ、審査会に入ったら見ることができるだけであって、さあ話すこともできないしね、何やってるかさっぱりわからんことになるわけですよ。で秘密会の委員は携帯持ち込めないと、メモはできるんですか。そのメモを持ち出してはいけないんでしょうか。あるいは記憶出てから記憶に基づいてメモを作る、こういうことは可能なんでしょうか。大口健。でちょっと先ほど答弁に付け加えますけれども、毎年報告書も発表するわけでございますので、何をやってるかわからないということはないと思います。それからメモもですね、これは禁じられると思います。これはですね、しっかりこれから検討をすべきだと思いますが、ロックフェラー上院議員、上院の上特別委員会の委員長でありますが、あるその秘密についてですね、この次から次へとこの映し出されそうですと、それを必死になって見たことを、まあ、経験として私たちにお話ししてくれました。まあ、我々はもっとじっくり時間をかけてですね、この審査会のメンバーはじっくり時間をかけてこの特定秘密をですね、しっかり読み、熟読吟味するというような形にはしていかなきゃいけないと思いますけれども、本当に漏れないようにしていかなきゃいけないということで、まあ、具体的な方策についてはですね、まあ、これから検討することになると思います。委員長。佐々木健翔君。メモも禁じられると、こういう話になりますとですね、まあ、何も持たないでスーッと審査会に入るわけですよ。スーッと入るわけですね。それで政府がこういうことでございますと説明があると、ああそうですかと、そういう話なんだよ。こんなことで果たしてまともなチェックができるのか。私はですね、これは非常に奇妙な審査会になっていくのではない、議会ですよ、これ、議会ですから。で、本来ならですよ、メモも取ってね、でこの秘密指定について、真っ当なのかどうか、自分なりに、それなりに調査したり、あるいは文献読んだり、それで、これはやっぱり解除すべきだと、あるいは秘密なら秘密、そういう結論を出すのは普通ですけれども。
何も持ち込めないし何もない中でね、記憶だけでね、その記憶もメモしちゃいけないという話になると、さっぱりこれ議員として審査会の委員としても少なくとも活動はですね、極めて制約されるということになるわけであります。でじゃあですね、その、この法案の付則後について聞きたいんですけど、特定秘密以外の公表しないとされている情報、こう書かれていますけど、これは一体どういうものなんでしょうか。そうした情報の提供を受けるための手続き、方策というふうに書いてますけど、これどういうことでしょうか。これは別途この秘密保全体制を作るということを検討するということになるでしょうか。その辺をお聞かせいただきます。中谷元君。佐々木委員も情報公開、国民に知らせるという点においては非常に熱心だと思いますけれども、こういった措置は政府の情報を国会に出していただくための手段でありまして、今回初めてこういう審査会を作るということでございますが、最初の段階でありますので、特定秘密に至らない情報については今回適用となっておりません。今回は特定秘密に限っての情報でございますが、しかし先ほども透明したとおり非常にアンバランスな状況が出ておりますので、付則5項を設けまして、こうした特定秘密に至らない秘密情報についても秘密であることを維持しつつ国会に提出をさせるということがその条件でありますので、やはりその手続きと方策を検討して必要な措置を講じる旨を定めるということでございます。そのような措置がされない場合は政府は国会に情報提供はできないというふうに思っておりますので、やはり国会側としてはそういう情報を得るためにもこういったルールが必要ではないかなと思っております。佐々木健翔君。今の答弁は、そういうふうに解釈もできますけれども、逆の解釈もできるわけでね、そこは我々厳しく見ていきたいと思うんですが、次に職員の適正評価の問題ですけれども、職員、国会職員ですね、これ国会職員の適正評価、これは誰が行うんでしょうか。両院議長がやると。しかし両院議長が直接自分でやるわけじゃありませんから、どっかから職員を持ってこなきゃいけないですね。議員委員長をやるわけでもありませんしね。ですからその職員は適正評価をやるだけの能力のある職員っていうのは一体そのどこにいるんですか。今いませんよね。これ一体どうするつもりなんですか。小口芳成君。委員、先ほどのメモの件ですけどね、許可を受けて閲覧もできますから、そこは、それとですね、こちらの今のことにつきましては、これ改正案のですね、国会法102条の18によって議長が実施することになっております。で実際に議長の委任を受けたですね、事務総長または法制局長が上官審査会の事務を行うこととなるものに対して実施することなのかと、ここに思います。そしてまたですね、特定秘密保護の12条の2項にはこの適正評価の項目が書いておりますので、この行政職員と、に準じた形になると思います。そして国会職員についてもこれらに準じて知人その他の関係者への質問や公務所等への紹介も求めて適正評価を行うことを考えております。いずれにしても今後両院議員のですね、議長が協議して定める事項を定めることにしております。委員長。佐々木君。先ほどのメモに関連した件ですけれども、許可を受けなければ委員でさえ見れないわけですよね。でそういうその制約のある中で、メモも見たからといってメモを作るわけじゃありませんからね、できないというんですからね。一体そのどういうことになるかといえば、口封じされるだけなんですよ。見たことを言うなと、で議論したことも漏らすなと。そんなことをですね、議会に持ち込んでですよ。でその議員はですね、しばらくその3年間そこで仕事しろと。こんなことでね、一体国民に開かれた国会と言えるのか。国民から見たら何やってるかわからない。
秘密がどんどん増えるだけじゃないかと、こういうことになるわけです。で、まあ、我々としては、まあ、今議論してきましたけれども、こんなものは作る必要はない、いうふうに思いますので、そのことを申し上げておきたいと思います。以上で終わります。